ですね。完全に僕の趣味の世界に付き合っていただくという、というのもこのイベント名ストレンジウィズヒアウィーカムというのはですね、80年代にあったイギリスのザ・スミスというです、ね、バンドのラストアルバムの名前なんです。僕が大好きなザ・スミス、ザ・スミスなしには音楽やってなかったというぐらい好きなバンドなんですけど、なのでですね、このイベントをやるときはですね、アンコールでスミスの曲をですね、歌って終わるということになってるんですなのでしばしお付き合いでも、とてもいい曲が、多いバンドですね。ちょっと準備の時間がかかりますね。何か石井さん、なんか話しないですか？チャーミングマンはどうでしたか？あ、美味しい。カクテル、カクテルですね。カクテルです。すごい美味しかったです。皆さんも終わりましょう。どうですか？美味しいですか？美味しい、美味しい。これはですね、実は前回のチャーミングマンのレシピがですね、残ってるんです。前回とても美味しかったので、今回アンコールでオーダーしたんです。何個ですよ、はい、でもその、散々ですね、この5回のイベントをやっておきながら、ディスチャーミングマンが名曲だ名曲だって言っておきながらですね、実は1回も演奏したのかっていう振りがあるから今日やるかなと思うでしょう。今日も実はしないんですよ。しないんですけれども、そういう見た目の曲に基づいてる確定なんです。いいですよ、そういう、なんか僕も格式なく喋らないといけない。この曲歌うことになると思いますし。そうなんです。そしてこれから僕らがやろうとしている曲は、曲名言っちゃってもいいですか？Heaven knows I'm miserable now っていうんですね。これ歌詞面白いですよね。まあ、あのさっきあの私が歌った歌も暗い歌でしたけど、ここって暗いですよね。かなりですね、惨めな青少年の気持ちをですね、まあ、惨めな感じですよね。これね、ここまで行っちゃっていいのかっていうぐらい、まあ、惨めすぎて逆に爽やかですよね。そうですね、笑っちゃえるぐらい、ね。スミスはですね、ジョニー・ワンというすごい優秀なギタリストが、そのギターの2本がね、とてもかっこいい、うん、そしてモディジュの声も素晴らしい、2大スターがいるみたいな感じのバンドなんですが、ジョニー・ワン、今年来ますね。そうです、86年ヘッドライナーらしいです。皆さん期待して見てください。そのやはりジョニー・ワンがたくさん残したギターのかっこいいリフの中でも、これはやっぱりまず、コピーしたくなるような、そう、真っ先にこれ、スミス縛りだよって言われた時に、真っ先にこれを、まあやりましょうと。やっぱりこれが来たかと僕は思いました、うん、あ、そうですか、思いました。じゃあ、うまくできるかどうかですね。そうですね、ちょっと難しいやってみましょうか。じゃあ、全見ます。
ありがとうございます。高校生の時、文化祭でなんか歌いたかったけど、歌えなかったのが今、リベンジって感じでしたね。ですね。なんか歌詞、結構、ここぐらい歌ってないところが飛ばしてるんですよ。ちゃんと歌いませんでした。すいません。さて、爽やかでしたね。でですね、次にこれは正幸さんが選んだ曲だと思います。僕の選んだ曲はですね、そのザ・スミスの中で一番暗い曲です、ね、スミスやるってこの曲選ぶ人は多分ほとんどいないんだろう。暗い曲です、ね、Last night I dreamt about somebody が夢の中で誰かに愛された夢を見たよ。でも夢は叶わないというようですね、暗い絶望的な曲です。なんかね、正幸さんとだったら一緒にできるような気がしたんですよ。暗い担当。普段僕暗い担当なんですけど、実は。あ、じゃあ輪をかけて暗だった。そうなんですよ。そうなんです、そこを期待してたんです、はい。なんかちょっと雰囲気が悪くなるかもしれないですけど、よろしくお願いします。イエso